ティルマン・リーメン・シュナイダーによるトリテミウスの破壊シレリーフティルマン・リーメン・シュナイダーによるトリテミウスの破壊シレリーフヨハンネス・トリテミウスは中世末ルネサンス期のドイツの修道院長であり、後の隠避学に影響を与えた隠避学者である。本名はヨハン・ハイデンベルク。魔女の妖術を強く非難した学僧でありながら、高例術を良くする。 魔術師として、生前からいくつかの逸話があるふしていた。トリテミウスの通称は、プファルツ地方のモーゼル川沿いにある彼の記事、トリテンハイムに由来する。トリテミウスは、ハイデルベルク大学の学生であった。1482年、大学から、郷里の町に帰る途中、吹雪に見舞われ、バーとクロイツナ派近くのシュポンハイムにあるベネディクト派の、イマルティン修道院に避難した。 彼はそこに泊まることに決め、23歳にして修道院長に選ばれた。彼は貧しく無規律で荒廃したその修道院を建て直し、学問の施設に作り変えようとした。修道院の増書は50冊ほどであったのが、彼の代で最終的に2000冊を超えるまでになった。16世紀初頭にはドイツを旅する多くの人文主義者が、 この東大随一の図書館にもう出るようになっていたとも言われる。しかし彼の努力は称賛されることなく、彼の魔術師としての評判は彼に対する指示を後押しすることはなかった。修道院との圧力が増したために退くことを余儀なくされた1506年、ビュルツブルグの司教ロレンツ・ホンビブラの申し出を受けることに決め、ビュルツブルグの聖ヤコブ修道院の院長になった。 彼は終生その地位に留まった。トリテミウスは聖ヤコブ教会に葬られた。墓石は有名なティルマン・リーメンシュナイダーの手によるもので1825年に大聖堂に隣接するノイミュンスター教会に移された。墓石は1945年に焼夷団によって損壊し、その後テオドール・シュピーゲルの工房によって修繕が施された。彼の門下といえる人物には、 ハインリヒコルネリウス・アグリッパとパラケルススが挙げられる。トリデミウスの最も有名な著作は、ステガノグラフ屋である。1499年頃執筆、死後の1606年フランクフルトにて、出版、1609年に、金書目録に記載され、1900年に、金書目録より除かれた。漢本は話巻まであり、表面上、魔術を論じたもののように思われ、 特に、精霊を使って、はるか遠方と通信する方法を論じたもののように、読み取れる。本書は出版される前から、原稿や写本を見た人々に、魔術的呪文に満ちた書物との印象を与え、香るしからぬ評判を得たが、1606年に出版されてからは、魔術に無関係な暗号の方法を述べた本として、擁護する人々が出始めた。 17世紀のファンカラミュエル・イロク・コービッツや、ボルフガン・グエルネスト・ハイデルの分析によって、第1.2巻の解読鍵が明らかになって、以来、実際に暗号理論とステガノグラフィーに関する本として知られるようになった。そこに見られる天使や、精霊の名は、弁宜上使われた記号と解釈することができる。近年まで、第3巻は魔術に関するものと広く信じられてきたが、今では、 魔術名と式文もさらに別の暗号記法を内容とした秘密文であったことが証明されている。現代の暗号分野であるステガノグラフィーの故障はこの本の題名を借りたものである。ポリグラフィア、初めて引講された暗号学書その他の著書には、写時性の賛美、七惑星の天使内視地霊について記した七つの第二原因について、先制術に基づく世界史、 ヒルサウ年代記多表式暗号を述べたポリグラフィアがある。ビクトリア朝と現代のヨーロッパのオカルティズムに大きな影響を与えた、三木結社黄金の夜明け団の創立に利用された暗号文書は、トリテミウス暗号を用いて暗号化されていた。この暗号は、トリテミウスの著書、ポリグラフィアで説明されている簡単な、カエジ式暗号である。先週、 ありがとうございます。